I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. 皆さんこんばんは。スナックフルールともチャンネルともちゃんママです。いつもご覧いただきありがとうございます。そして今日もお疲れ様でした。今日も、前回に引き続きスナックママ直伝ガチモテ講座その2、今日もお伝えしていこうと思います。毎日ですね、こうしたら素敵になるんじゃないかなって、いろんな方を見てきた私が少しずつ毎日お伝えしようと思うんで、ちょっとずつちょっとずつこう高めていってもらいたいからこそ、私にいいねボタンやチャンネル登録、スナックフルともチャンネルチャンネル登録よかったらお願いします。さてですね、今日の議題と、まずね、この動画をね撮るにあたってちょっといろいろ調べたっていうお話を前にしたんですけど、前回に他の動画を見るとね、なんだろう、理論とか心理学とかをなんかこう結構多用してる方が多いんですよ。でそれってそう裏付けになったり、するじゃないですか、もちろん否定はしないんですけど、私はそういうの一切やりません。ガチです。そう、でも結局なんかね、そういう第一印象っていうか、なんだろうな、いや大切ですよ、理論とか、だからこうなんだなっていうのも分かるけど、じゃなくてそう第一印象勝負でいきたいと思います、私は。なのでしっかり聞いて自分のものにしていただけたらと思います。で今日は何の話をしようかなっていうと、努力する人は素敵っていう話をしたいと思います。そう、前回この第1回の時にお話ししましたが、入れるだけじゃない、情報入れるだけじゃなくて努力して身につけてほしいっていうのがもう大コンセプトなんですけど、そう、今日努力するについてお伝えしたい。このじゃあこう長い道のりのねモチベーションのためにも努力する人って素敵なんだよっていうことを今日はお伝えします。1、努力する人かっこいい。あ、ご飯が炊けました。努力する人ってすごいかっこいい組みませんか。男性も女性もだと思うんですけど、つい先日までオリンピックパラリンピックやってましたよね。やっぱりあそこのこう感動をもらえるって、その選手の生い立ちのね、その努力の過程の、じゃあテレビ番組のなんかそういうドキュメンタリーみたいなのでもやるかもしれないけど、そうじゃなくてもう単純にこう見ててかっこいいと思いませんか。やっぱね、努力する人ってすごくかっこいいと思うんですよ、男性も女性も、男性アスリートも女性アスリートもそうだと思う。でその中でじゃあ
オリンピック選手ではないんですけど、例えばあの大谷翔平さんのお話をします。大谷さんってさ、もちろんあごく稀にお話ししたことあるかもしれない人もいるかもしれないけど、あのテレビの向こう側の人じゃないですか、うん、で直接お話ししたこともないし、じゃあテレビで流れるとかその情報だけじゃ、うん、でもすごい大勢のもうなんなら国籍も超えた世界中の人がみんなあの人のことかっこいいと思うじゃん、思いますよね。やっぱね、努力する人ってすごくかっこいいんですよっていうところに行き着くと思うんですね。そう、なんだろうな、じゃあ大谷さんが年を取った時、うん、おじさんになった時でもなんとなくかっこよさそうじゃないですか、うん、でそしてなんだろう、そうやっぱ努力する人ってすごく素敵に見えるんですよね。そう、努力してほしい。だからじゃあモテたいんだったらもうちょっとまあちょっと横島かもしれないけど、あのモテる努力をするとちょっとこう輝き出すと思うんですよ。自分をもう今までこの話にしてたんだけど、ちょっと努力してかっこよくなろうってちょっと思ってみません？今日からそうするとちょっと多分ね、なんかこう醸し出すものがちょっと変わってくると思いますっていうか、そうなんです例えばね、この水商売で私女の子たくさん雇ってたじゃないですか。で、あの普通の女の子が入ってきます。あ、うちあのスナックなんでそんなこうもう出来上がった女の子は入ってこないんですけど、じゃあ普通の OL みたいな子が入ってきて、でね、一月ぐらいするとね、あのね、変わるんですよ。あれ、なんかなんとかちゃんちょっと変わったね、可愛くなったねとか綺麗になったねって私も感じるし、お客さんも感じて、お客さんからそういう声が上がったりとかして、そうやっぱそこにはなんか綺麗にしようっていうこの努力がこう身から出てくるんですよね。これはね、本当にそう、見られる仕事がこう綺麗になっていくっていうのはやっぱ綺麗にしようって努力することで、その意識を変えることだけでこう出てくる何か変わるんですよ。そう、まずモテ講座その1、努力をしましょう。うん、投げ出さない、投げ出してかっこいいなんて思わないいや、いますよ、まれに。そういうね、それはちょっと特殊、それはもうちょっと置いといて、努力する人はかっこいい、うん、今日のモテ講座のポイントはここです。でも思いません？大谷さん喋ったこともないのにさ、なんか素敵じゃん。もうなんなら世のお母さん、娘をお持ちのお母さんはあの人と結婚させたいわって、なんかつながりを持ちたくなるっていうか、そういう魅力をお話もしたことないのに、すごく努力を重ねて、日本じゃないね、あんな大きなアメリカで、うん、活躍されるってすごい、もう尋常じゃない努力だと思うし、そこまでの努力はまあ
するに越したことはないけど、今はその話はしてませんただ努力する人はかっこいいなっていうお話を今日お伝えします。皆さん努力してモテるように邁進しましょうはい、今日第2回モテ講座は今日ここで終わります。また明日もお伝えしていくので、よかったらいいねボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。また明日。 I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack. And you can pick our soundtrack.